世界は戦いを欲している。かかれ。傷つけ、血を流し、感情をぶつける時代こそ、諸君らが諸君らであることを証明できる唯一の時間である。しかし皆も知っているように、現在の世界はつながりや絆といった愚かな考えをもとに成り立っている。それらは各々がこれまで築いてきた奇跡により構成されているとも言えるだろう。つまり世界は奇跡の上に成り立っているとも言える。では仮にそれらがなくなったら世界はどうなる？そう、諸君らが想像する通りだ。この俺がこの世界を作り変えてやろう。かつて雨隠れを導き夢半ばに散ったペイン、彼の意志を継ぎ力による支配を実現してやろう。力による世界こそ本来の世界の姿。俺は神となり力の支配する永劫を作ってやろう。そのためにも諸君らの協力が必要だ。五大国の権力を潰し、五影とそれによりすがる者どもを消滅させるのだ。おのおのの活躍を期待している。さあゲームを始めようか。ただ加減はできんぞ。やはりそう来るか。あくまで邪魔する気か。ああ、それが俺の
雨の大地か。おかしいだろう。なんで同盟結んでる里同士で戦わなきゃいけないんだよ。メルツ様のために。何なんだよメルツ様って。七代目様も言ってたけど意味わかんねえよ。メルツ様の理想を叶えるために我らは戦わなければならない。邪魔をするな。お前の参戦は何としても止める。無駄なことを。俺を足止めしていたとしても戦争は始まる。お前の行動は無意味だ。それはどうか。ここだ。
焼き尽くす。この戦いの敗北はお前が作ってきた人界が破壊されることを意味する。ガキの頃からバカみたいに火影を目指していたお前が自分の手で築き上げたものを壊すことになる。それだけはさせん。お前がかつて俺を止めてくれたように俺も命がけてお前を止めてやる。しぶといやつだ。お前と違ってこちらは命を懸けてるんでな。ナルト、お前はいつまで。行くぞ。焼き尽くす。手のかかるやつだ。なぜこうも邪魔をする。いまいましい。何なんだお前は。お前は一体何なんだ。お前は一体何なんだ。友達だ。何なんだ。てめえは一体何がしてんだ。なんで俺にそこまでこだわる。友達だからだ。なぜそこまでして俺に関わろうとする。友達だからだ。うっすらトンカチが。逆に聞く。お前こそ一体何なんだ。まだメルツなどという雑魚に乗っ取られたままのナルトか。それとも。何度も言ったはずなんだがな。俺はお前の友達だってよ。やっと戻れたってばよ。よくやったな、ボルト。俺は今まで何してたんだ。お前元に戻ったのか。何言ってんだ。なぜ戦わん。一体どういうことだ。ターク、本気でやりやがって。お互い様だ。休んでいる暇はないぞ。まだ終わっちゃいない。ああ、分かってんよ。行くか。ああ。